皆さんこんにちは、外食チャンネルのたけひです。今日はですね、サイゼリアの方にランチの方を食べていきます。税込み500円で食べれるみたいなんだけど、ドリンクはつけても600円、すごい安いと思うので、今日はこちらにですね、サイゼリアのランチの方を食べてですね、皆さんに動画の方ですね、お届けしたいと思います。今日はランチメニューのこの500円じゃなくて、一応ドリンクバーもつけて600円なんで、こちらにあるバーン、まろやかデミグラスソースのハンバーグ、こちらの方ですね、食べて600円のランチにして動画の方をお届けしたいと思います。すごい安いよ、ほら、これがまろやかデミグラスハンバーグ、これにライスがついて、セットのサラダがついて、スープがついて、で俺自分ドリンクバーつけたんで、ドリンクバーの冷たいのとあったかい、これ冷たい方ウーロン茶入れてあって、あったかい方はカプチーノ、ミルクたっぷりのカプチーノ、これで600円ってすごい安いと思うんだけど、おいしそう。いや、ナイフいらないよな、これ。フォークだけで切れちゃうんだけど。で、これを卵と絡めて、すごい美味しいんだよ、これ。ほら、冷たいドリンクも飲めて、高いカプチーノだから、腕を振ってありがとうございました。本日も動画にご視聴ありがとうございます。自分の動画見て美味しそうだなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。コメントの方ありますと YouTube をやる上で励みになりますので、コメントの方よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。